それでは、マクソンの昔のヴィンテージオーバードライブですね。リアルオーバードライブをちょっと鳴らしてみて。で、アンプはこの 10W のフェンダーのトランジスタアンプ。で、この音がこれでペダルでどのぐらい音変わるかっていう感じでやってみたいと思います。これは普通のアンプ直に。で、まあトーンは若干ニュートラルよりちょっとマイナス気味で、これで歪みは9時ですね。ちょっと大体すごいこれで。すごくね、サスティーンが効いて、こう、これここに真空管が入ってるらしいんですけど、なんかすごくいい音になりますね。リアルオーバードライブでした。